ただいま、都井伊藤園の都井ホテル、都井ホテルかな、都井ホテル、伊藤園の都井ホテルに来ています。あと、どうだろう、1時間ぐらいで夕日が沈む、日が沈むと思うんですけども、ここは海に夕日が沈む場所ですね。で、こちらはプール。今季節的に、どうなんだろう、まあ、水が張られてないですけども、何階だろう、ここは一応4階なんですね、1階なんですね、ここは1階ね、はい、で、ラウンジが、フロントの受付とかラウンジが4階なんですね。だから1,2,3,4、あそこら辺がラウンジとフロントの部屋なのかな、わかんないですけども、こんな感じになってます。眺めはこんな、こっちが、ちょっと崖に囲まれてるんですけども、壁に囲まれて、水平線が見えて、で、あっちの方がどこだろう、問いの先が、なんだっけ、はい、ちょっと忘れちゃった。まあいいや、はい、でこう道が道路がこう橋が変わって、橋なのかな、あって、そっちに来て、はい、こんな感じです。こんな景観です。これなんか書いてありますね、都井大和館って書いてありますね。はい、こんな感じです。それでは、これで終わります。都井ホテルから、夕食前の夕日ですね。今18時ちょいぐらいかな。18時から食事が始まるんで、これから食事したいと思います。それではこれで終わります。終わり。